自然本開発は、この町のようにすでに開発が始まった地域で、本気にしても効果が低いと、この国にするためには必要な費用が開発に得られる。どういう順番でこれ先に出したらいいですか。最後に出してなんか笑い取って笑って最初に出してこれ言って最後締めでまた出す大事なことなんでもう一度言います。だって最初に出たコメントがこれじゃないですか。まさにまさにこれ出してこれ説明してから最後でもこれが特に一番大事だと思うので、それでいきましょう。仕事も含めての、できれば小さくクロッキー使っていただいた方が、それこそ開発業者みたいな違うか。であの発表誰がするかも決めてください。一つはですね、保護区というものの、ね、定義というのがはっきりしてないんで、どのようなものかと。日本の場合、本当に白神山地のような原生林、なんかあるわけですけど、あれだって全部がそのされてるわけで、かなりかなってるわけですね。で、ここは何を保護するのか、もっと具体的に議論しなければならないんじゃないだろうかということになりました。以上です。はい、ありがとうございます。私に向けてじゃないので、皆さん。じゃあ B の結果です。ですね。もう少し、まずですね、情報はまず不足しているっていうのがありまして、これはムービーが流れなかったとかいうことではなくて、多分この、この先生のこの一言の指摘だけではちょっとわからないことが多かったと。いきなりミニパークに行くとはちょっと少し拙速すぎる細かくしてっていうそういう二段構えをするときにではないかなと。あ、分布はですね、壊さない方がどちらかを選ぶといえば、拡大する方を残しておかないと壊したものは元に戻らないという意見がほとんどで、ただし、経済の発展みたいな、もうぐらいの途中で終わっています。はい、D の班の分布なんですが、保護区拡大賛成の1番が1人で、あと5名が、拡大に反対ということだったんですが、ちょっと議論、途中だったところもありまして、とりあえず第一声でまず上がった意見というのが、